あれ？何よ。あやつじさん、足元が濡れちゃってるけど、マジで？おい、際どくないか？おしっこ引っ掛けられたのよ。汚っ。汚いな、この女。近寄るなよ。さっきから尿臭いと思ってましたよ。俺は、うすうす。はい、どうぞ。この俺のでかい背中に乗ってくれ。よっと。おー！すげえ。これは、一番じゃないか、今までで、これ。とうとう背中におぶることができた、あやつじさんを。皆さん。ねえ、あやつじさんの家ってこっちだよね。とりあえずそこまで送るよ。たまらんな。よっこいしょ。うん、変なとこ触らないで。触ってないよ。変態。もう最、もう、一番やな。これが。皆さん、ここに変態がいますよ。ちょっとやめてくれ。やっぱり勘弁してください。でもあんまり騒ぐと誰かに見られるかもしれないよ。ちょ、皆さんあれはニヤニヤが止まらんねんけど、これでおとなしくなるかな。恋愛ゲームの醍醐味やな。やっぱり鈍いのね。え？ある意味その鈍さは才能かも。何ですか？そこまで言わなくても気づいてないのがいい証拠よ。気づいてない？何に？だからあなたが驚かせた拍子に、うん、ホックが。おい、ちょ、さっきからニヤニヤパート多くない？なあ、マジで？え、驚かせただけでホックって外れるん？外れんくない？ホック、ああ、ホック、ホックか、ホック。ちょっと、そんなにホクホク連呼しないで。どえらいな。ごめん。仕方ないでしょ、育ってるんだから。ああいいですね、あらあら、そう、育ってるって成熟、発育、進歩、うん、せやな、年頃の女の子やからな、これな。ほら、いいから後ろ向いててよ。ごめんなさい。どんなブラつけてんこれ。ガムテープとかで止めてんじゃん。そんな外れんやろ。嘘でしょ、バカ。あ、嘘か。言った。何すんねんこのクソアマ。今ちょっといいかな。よかったら少し話でもしようかと思って。うん、今です。うん。あやつじさんのことをもっと知りたくて。ダメかな、すごいよな。すごいよな、竹雄な。お前どんどん俺の手の届かないところに行ってしまうな。女の子に面と向かってこんなこと言えんぞ、普通。ええ、ごめんなさい。今はちょっと。なんで断んねえ。竹雄の努力を無にするなよ。そっか、残念だな。それじゃあね。うわ、最悪。断られた。あ、近い近い。知りたいのは構わないけど、あまり人前で話しかけないで。近い。え？決めた。どうした？いきなり何？あなたを私のものにします。ああ、皆さん、ついに来ましたね、逆指名。これ一巡目、大胆な告白や。ゴールインでしょう。はい、うん、あ、照れてる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 。どうして黙るの。ごめんなさい。だって、あやつじさんを追いかけてきたら突然おかしなことを言われて。では不本意ですが、はい、一から説明します。はい。あなたは素直すぎて、うん、はい、放っておくと危なっかしいです。はい、だから私が管理します。終わり。おい、皆さん、性奴隷や、ついに。やったで、あやつじさんの性奴隷や、俺は。
おい、これ低層帯つけてくれよ、チンゴに。なあ、あいずいさん。低層帯、短い。大まかなところは端折ったわ。来たなあ。あの、実は今日用事が。おい、逃げるな、竹雄。こんな顔でお前頼まれて断れるわけがないでしょうが、竹雄。おい、見てくれこの顔なあ。メスや、メス顔面完璧や。落ちてるで皆さん。こいつこんな顔されて断られんで。トロットロやな。そういうことなら仕方ないな。うわ、小悪魔め。だから私をあげる。おい、もらったら皆さん、な、おい、マジで、あやついさん、これもらったな、え？わかるでしょ？わ、わかるけど本当に。その代わり、お、今あなたがいる日常を私にちょうだい。やった。おい、これもう結婚やん。抱けるやん。これ、あやつじさん。中世。いいわよ。いつでも。え、おい、マジ？え、早ない？もういいんけ、そこまで行って。うん。よし、行くぞ。おい、やったでー、皆さん優勝や。優勝や。もろたで。俺はあやつじという女を、なんだか夢みたいだ。おかわいい、一番かわいい、一番可愛い、今までの綾辻さんの中で。なあ、契約成立ね。契約成立やで。もう契約のキスか。綾辻さんらしいというか、なんというか、僕といて楽しかった、嬉しかったか。でもそれってそういうことだよな。もしかして綾辻さんは、デレデン、おお、マス増える。